石川からトンプソン、手渡して石川のジャパー来ましたね。これで腰を下ろすことができます。栗原ルイス、コーナーのアバリエントス来るか、来ました。アバリエントスのスリーポイント決まりました。おっと、倒れた。ただ彼のね、やっぱりこういうところはすごく魅力的ですよね。おお、これはどうだ、決まった。デオントットン、技術は本当にすごく高いと思いますね、はい、これは足元、昨日もあったこのプレー。渡辺翔太から星野、自分で行くか、ね、レイアップ、少しこう緩急つけた。おお、ここまで来ました。 ね、いいですね。アバリエントスでフロンチャイ、もう少しやっぱりボールにアタックをするとかしないと止まらないですよね、ボールなんか。サイモン匠行きますね。はい、まあ、彼は今日なんか岡田が入っています。その岡田、6番の選手、岡田に対して児玉大地です。おっ、児玉手を出していった、いいですね、奪いました。そしてサイモンのアタックからトンプソン、笛が鳴っています。バスケットカウント、児玉がいいですね、いいプレッシャーです。そしてアシスト、サイモン匠、トンプソンです。石川からトップの位置からデイビッド・サイモン、スリーポイント来ましたね。この一気にこう引き離すというね、仙台が昨日から課題としているようなんですけれども、ああ、ここ決めてきました。デイビッド・サイモンです。ステップをするときには急にこうスピードを緩める、それでディフェンスとの距離を作りましたね。こちらはサイモンです。いいですね、いいスピード、いいペースからフロントコートに入ってきた信州、石川海斗が運ぶ。石川入ってきた、自分で行きました。いいですね、ここは一人で。ここも時間がなくなってきて石川が行った、強引に入れましたね。そうですね、渡辺翔太とのマッチアップ、トンプソン、そして星野が三井に入れ、キックアウト、外から児玉来た、来ましたね、外出す、アバレントス、もう一度ペイントタッチ、そして空いていたトンプソン、来ました、ね、いいですね、はい、ボールを止めずに、小林亮太、再び小林、中のゲルに合わせようところを奪った、いいね、さあ、もう一度いけるかどうか、アバレントスがボールを運んでいった、狙っていいと思いますよ、いいですね、星野、左右に体を揺さぶって、ロンジェイもらって、ね、スリー連続で来ました、来てますね、来ましたね、アバリエントス、長の石川海斗、コーナーに振って、トンプソンのスリー、おお、来ました、来ましたね、来ましたね、なんか見たことない動きしましたね、まあ、ここはやってもいいかなと思いますけどね、もうフィジカルのミスマッチはありますからね、はい、ヤン・ジェミンとのミスマッチアップでした、おっと、奪い返したぞ、星野、そしてトンプソン、ああ、ここ、星野。狙ってました、よくスティールしましたね、はい、石川ここ自分で行くか、よく行きましたね、はい、でした。斉藤さんはブレイブウォリアーズの将来キャプテン、クリア・ルイスの3です。これは決めてきました、いいですね、もう一度信州、アバリエントス3来ました、ね、今度こそ来ました。いや、粘りのオフェンスでした。よく頑張りましたね。そうですね。さあ走るか。山本もらってレイアップ。